不安を度外視できるような新しい科学的手法がね、掘削そのものに可能性があるんならいいですよ。でそれってないんですよ別に。もともと出ていた温泉って旅館に供給していたんですが、その温泉そのものの成分、温度、あと量、これどれもが全くこの影響を受けないということが一番大きかったというふうに思います。発電だけしたら後の成分は全部そのままで温泉街に温泉を送ることができるということが、担保されたということで、住民の皆さんの理解もいただくことができたということが奇跡の。町が電力、その温泉熱発電の町として PR できたことはそれはそれでいいんだけれど、それの町になってはダメで、ここは温泉地として湯治場であるべきだと思うので、そこの温泉がね、きちんと長きにわたって次世代までつないでいけないと町は永続的に温泉場として残れないので。